東京競馬場11号館ウッドバイン競馬場長パラダイスステークス3歳児オープンリセット競争芝の 1400m 半分戦決勝は16頭です。よく鉛色の雲に覆われています東京競馬場向こう上面中間地点でのゲートインは2番のハースバック、12番ロッキークレートを収まって最後は16番のシバーズ。ゆっくりと16番ゲートにシバーズ収まってゲートイン完了。スタートしました。コースタート5番のビッグコーンバイを飛び出していきましたが11番のキルロードすぐかわして先頭です。そして2番手には13番ナンソブプラーナ上がってきました。内から3番アカーミラベリス、これが3番手。その後5番ビッグコーンバイはそのまま4番手でインコース4番サクセッション前から5投目1馬身半差10番のホープルサインが中段につけました。これが3コーナーカーブ。そのうちに9番のリアンチサージ中段馬群の中、さらには6番のレインボーフラッグインコースの追走で12番のロッキーフレーズ3、4コーナー中間へ1馬身相手8番インターミッション7番のスイープセルビシャス中段の一角につけています。大外16番のシバージの追走、あとは7番相手2番のハーフバック後方集団15番のマリアズハートが行って1馬身差14番ノーワンおしまいから2投目1番ビリーバー最後方です。前は第4コーナーカーブ600標識を過ぎました。先頭は11番のキルロード第4コーナーから直線1馬身半差13番ランソブプラーナ2番手でその外から5番のビッグクイーンバイオが並んでいきました。これらの間を狙う3番のアクアミラビリス400を切って坂を上がってアクアミラビリスは最内に進路を取りました。外からは10番のホースルサインそして16番のシマージさらに外からは15番のマリアズハートを追い込んで2着を切りました。抜けれた5番のビッグクイーンバイオが先頭だ。1馬身リード盛り返す11番のキルロード盛り返して内からは3番アクアミラビリス先頭11番キルロード降臨2着は内から3番アクアミラビリスそして外3着はラソニア10番ホープルサイン5番のビッグクイーンバイオでした。勝ち時計1分21秒3一旦は5番のビッグクイーンバイオにかわされながらも最後に盛り返した11番のキルロード逃げ切り勝ちです。そして直線内に内らし沿いに進路を求めた3番のアクアミラビリスこれが2番手優勢で外5番ビッグクイーンバイオ10番のホープルサインこれら広がっての入線タイム1分21秒3。ゴールまでの 800m 45秒1、 600m は33秒2でした。11番のキルロードゴール前盛り返してもう一伸びです。一馬身と抜けました。2着内から追い込んだ足を使った3番アクアミラビリスこれが2着で3着は10番のホープフルサイン優勢内5番ビッグクイーンバイオと並んでいます。東京競馬11レースウッドバイン競馬場長パラダイスステークスが終わりました。内田博之騎手鞍上ハンデ54キロキルロード直線の競り合い一旦はかわされながらも最後また一足を使って一馬身と抜け出ました。11番のキルロード結果的には逃げ切りや1着が11番のキルロード2着が3番アクアミラビリス3、4着写真5着争いも写真判定です。写真の発表並びに勝ち馬確定までしばらくお待ちください。